第8話、平和な日々はデートだよ。あれから3ヶ月、大正13年元旦。誰急に誰の声。おう、もう正月か。明けてんだね。年明けなんだね。大神さん、おめでとうございます。今年も良い年でありますように。明けましておめでとう、さくらくん。今年もお互い頑張っていい年にしようね。いや、ディスクチェンジね、今したとこなんだけど、ディスクチェンジがあるってこと自体からもう、なんか時代を感じるよな、なんか。そんなないじゃん、最近。ディスクチェンジとか。容量的な問題なんだろうな、やっぱな。はい。はい、頑張ります。なんだい？いえ、なんでもありません。昨年中はいろいろとお世話になりました。今年もよろしくお願いします。あら、桜さん、珍しく礼儀にかなったご挨拶ですこと。髪型が変わってな。ありがとうございます。今年こそスミレさんのようなレディーになれるよう頑張ります。あら、あなたずいぶんセンスがおよろしくなったわ。ま、私を見習って社交界にデビューできるよう精進することね。ところで、お、ちょっと変わってんの。どうかしらこの服。やはりちょっと地味かしら。え、これ選択肢出んのかな。あ、出ねえか。どこが地味なんだ。髪があれだな。なんだこれは。ターバンというか髪飾りというか、ほとんど舞台装並みの派手さだな。しかし重くないのかな。すごい服だな。しかしこの服のどこが地味なんだ。え、もう一回見て、なんかないか。あ、ないか。本当でしたら京都から特別に取り寄せた西陣織で仕立てた超高級なお振袖をご披露するはずでしたのに、残念ですわ。髪結んでんの珍しいよね。はいはい、相変わらずよう似合うてはるで、すみれはん。あら、ずいぶんトゲのある言い方ですこと。気のせいやなあ、大神はん。え、まあ、よく似合っているよ、しろ。すみれくん、よく似合ってるよ。せやろ、すみれはん、何着てもお似合いや。お、あ、びっくりした。私の美しさに今さら気がついたんですの。隊長、今年もよろしくお願いします。いや、マリア、今年もよろしく頼むよ。中国の正月はまだ先やさかい、おめでとうは早いねんけどな。まあ、旧正月ってことだからね。とりあえずおめでとうを言っておくよ。今年もよろしくな。お兄ちゃん、明けましておめでとう。いや、アイリス、明けましておめでとう。アイリス、今年は11になるよ。もう少しすると結婚できるよね。いや、まだ早いよ、まだ。そう。カンナ、明けましておめでとう。今年もよろしくな。体調らしくなったな。なんだか嬉しいよ。今年はいい年になるね。偉そうに。なんだと、この闇女。声が大きすぎますことよ、デカブツさん。正月から全力じゃねえか、もう。やるか、このクソ蛇。
おいおい、正月早々やめてくれよ。大神くん、去年はご苦労様でした。今年も頑張って。着物似合うな、やっぱな、あやめさんな。はい。大神はん、あんた正月からデレデレやんか。しかし平和とともに迎えるお正月は本当にいいものだな。お、ふう、お塗装飲みすぎたかな。少し頭が痛いや。大神少尉、大神少尉、米田支配人がお呼びです。支配人室まで来てください。おお、米田支配人が何の用かな。とりあえず行ってみるか。さて行くか。いや、あかんな。どうしたんだい。隊長、暇そうじゃねえか。どうだい、あたいとさ、二人で初詣に行こうぜ。すまん、すまん、ごめん、ちょっと用事が。夜だ、試合に呼ばれてるんだ。あはは。それじゃあ飲もう、愉快にやろうやな。心痛むわ。い、それもちょっと困ったな。とにかく俺は支配人室へ行かないといけないから、ごめんよカンナ。心が痛いわ。大神、参りました。よう、来たか。入れ。は、失礼します。何かご用でしょうか、支配人。よう、大神。まあ、まず一杯どうだ。いや、ちょっと遠慮しとこう。いや、ちょっと申し訳ありませんが、遠慮しておきます。そうだ、それでいい。気に入って乱を忘れず、そういう心構えじゃねえと体調はつまらねえからな。はい。まあ、そうは言っても正月はのんびりしたいのが人情だしな。どっちにしろ今日はもう仕事はせんでいい。散歩にでも してきやがれ。あ、散歩でもしてきやがれ。はい。それでは失礼します。よし、散歩か。米田支配人なりに気を利かしてくれたのかもしれないな。よし、久しぶりに仕事を忘れてのんびりするか。大神くん、え、どうしたの。あやめさん、支配人に許可をいただいたので少し外出しておこうよかなと思ってるんですが。いいじゃないの、せっかくのお正月なんだから思いっきり羽伸ばしてきなさい。はい、あの、やめ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 よ。では失礼します。あの子たちのこと頼んだわよ。しっかりね、大神くん。よし。あまり女の子を待たせるものじゃないわ。大人だよな。あ、それから大神くん、二頭を追うものは一頭も得ずよ。これは私からの忠告。ぐさっとくんな。俺は誰と一緒に初詣に行けばいいんだろう。それ、ちょ、売店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 よ。まずは売店よ。椿ちゃんも正月休みか。ブロマイドをもらおうと思ったのに。え？買えねえのこれ。買えねえのか。とりあえず。いるかな。部屋にいるかな。大神ですけど、さくらくんいますか。お、大神さんですか。空いてますからどうぞ。よし、
じゃあお邪魔します。さくらくん、さくらくん、俺と初詣に行こう。え、いいんですか、私と一緒で。ああ、もちろんだよ。それじゃ、少し待っててください。おっしゃ、1時間後にこの劇場前で会いましょう。1時間後に、わかった、1時間後に劇場前だね。絶対ですよ。めっちゃ喜んでるな。さくらくんと初詣か。今年はいい年になりそうだ。ちょっと早いけど劇場の前で待つことにするか。これカンナかわいそうだ。ほんとやべえな、悲しいな。どんな気持ちで過ごすんだろうカンナ。さてそろそろ1時間経つが。お待たせしました。あ、さくらくん、きれいだな。この着物ですか。いや、君のことだよ。お世辞でも褒められると嬉しいですよ。どうもありがとうございます。お世辞のつもりじゃないんだけど。じゃあそろそろ行こうか。蒸気鉄道に乗って明治神宮に行こう。いや、これだな、こっからだな、やっぱな。こういうところがやっぱ一番楽しいよな。ああ、桜大戦だな。この平和な日常みたいなのがもう、一番、一生ここでいたいよな。明治神宮か。よかった。東京が平和で。そうだな。君たちが守り抜いた平和だよ。行きましょう。ああ、すごい人。はぐれるといけないから手をつないでいこうか。はい。え、さて何をお祈りしようかな。うん、そんなんあんの。いや、まあまあ、さくらくんと仲良くできますように。ん、さあ行きましょう。さくらくんは何をお祈りしたの。内緒です。このやっぱなんともねやりとりなんだよな、結局な。それなんだよ。屋台が並んでいる。園児みたいだな。お、なんかできんのかな。これ何、なんか店か、店見ればいいか。お、鬼の的当てだ。どうや、あんちゃんたちもやってみんか。おっと、兄ちゃんのような大人は鬼の的当てはお断りだよ。簡単すぎるからな。お、そうなんだ。どうだい、奥にある射的で遊んでみねえか。やるか。よし、やろう。せっかくの初詣だし、少し遊んでいくか。前だり。それじゃあ射的の屋台に案内するぜ。あ、あったな。で、なんでここでさ、愛はダイヤなんだよ。ちょっと撮ってみます。あ、こんなんあったな。あ、
忘れてたわ完全に。点数とかあんなっけこれ。OK。じゃあいくか。あぶね。どっから来る？あぶね、あぶね。ああ。あぶね。よし、いいぞ。うわっ、じゃあそれは、いやいや、結構いい点出たんじゃねこれ。はい、おめでとうさん。これが景品や。彼女にプレゼントしてやんな。え、だいぶ今うまくなかった。だって序盤2ステージぐらいさ、ノーミスだったじゃんね。じゃあさくらくん、これ受け取ってくれるかな。わあ、ペンダントですね。ありがとうございます。すごく嬉しいです。私の宝物にしますね。よっしゃ。屋台が並んでいる縁日みたいな、同じこと言ってる。まだあんのか。あ、さてお立ち合い、お立ち合い、中国から来たお猿さんあるよ。ウッキーウッキーと。わあ、大神さん、お猿さん、かわいいですよ。いや、君の方がかわいいよ、おかしい。ほんとだ、かわいいね。それに、ずいぶん利口だな。そうですね。こういうのが見れるのも、帝都が平和だからだな。ええ、本当に。サターンの桜大戦には、特別版にマウスとマウスパッドついたのがありました。あ、そうなんだ。マウスの方が楽なのかな。これ何？あ、これ見た。え、どれだろう。あ、これ猿見た。いや別に猿が見たわけじゃないんだよな。その奥は。いや、猿ばっかり。これ投げるやつでしょ？これ、ボールでしょ？もうないか、これ。なさそうだもん。あの、大神さん、ちょっと。え、傾きあんの？ん？ちょっとこっち。おい。
流としてはお参りしなくちゃね。あの桜くんのその流派は北辰刀流っていう流派ね、剣のね。え、なんだ。かんないのかよ。みんな。あんたたちの後をつけてきたのさ。はじめからお二人だけで初詣をさせるつもりなんかありませんことよ。これでも気まずくない？なんかこれ、なんか同じさ舞台のさ隊長とさ特定の誰かだけってね、結構気まずいよね。びっくりしたやろ。そうや、びっくりさすつもりやったんや。ごめんなさい、みんなを止めるつもりだったんだけど。みんなで初詣するんだもん。みんなでパワーっとな。そうね、やっぱり花組全員集合の初詣ですね。よっしゃ、あたしあんたのそういうところ好きだよ。え、どうしたマリア。この気配は。なんだこの声は。この声は、あそこです。また会えましたね、帝国歌劇団の諸君。様は。我が名は青いサタ。クロノスカイめ、まだ生き残っていたのか。クロノスカイ、バカバカしい。天界ごときではあの程度が限界さ。所詮徳川に飼われていた坊主。ボロかすような。何。だがこの青いサタンは違うぞ。容赦などせぬ。貴様みたいに女にうつつを抜かしてるようなくだらん男に私を止めることは無理だ。なんだと。この帝都を根こそぎ破壊し、人間どもを恐怖のどん底へ突き落としてやる。貴様の目的は何だ。目的。俺は人間どもが幸せな顔をしているのが嫌いなのさ。苦しみ恐怖して泣き叫ぶ姿が俺にはたまらなく嬉しい。最悪じゃないかこいつ。そんなこと絶対許さない。俺はお前たちが愛する人や物の全てをぶち壊してやる。何？来たれ、帝都の仮装に息づく抑圧されし魔の者よ。我こそは魔の解放者なり。いでよ、コーマ。コーマ。いかついかつい。巻き舌は比べ物ならんぐらいかついわ。これは。なんやのこいつら。気をつけてみんな。なんとか間に合ったようで。え、将軍丸。あやめさん、将軍丸や、助かったね。
よしみんな行くぞ。敵を後部で迎え撃つ。みんな行くよ。帝国歌劇団参上。虫けらにしては威勢がいいな。我が名はイノシシ、三騎士の一人だ。また会おう。もっとも貴様らが生きていればの話だがな。俺の名は鹿、三騎士の一人だ。もしも生き延びることができたら、次はこの俺が相手をしてやる。私は三騎士の一人、蝶。この私に会えるなんて幸せな奴らね。ほほほほほほ。死ぬ前にこの私に会えたことを神に感謝するのね。おーい、イノシカ蝶。さまらごとき私が手を下すまでもない。その者たちが十分なもてなしをしてくれるだろう。では失礼。ほう。今までの敵とは違うわ。気をつけて。了解。ちょっと待って、どんだけ敵に乗って話の、まず。宝が4体いや、宝が4体とか言いながらよ。くっそ強い可能性あるか。これ、大丈夫か？鍵詰めって書いてある。ちょっと待って、無理じゃん、これ。大神さん。今までと比較にならないほど強そうな敵です。戦力に差がありすぎるようだ。どうする。いやこれ無理じゃねえ。これ無理だな。これ勝てねえわ。いや防御した方がよくない。いやこれイベント戦にしてもっていうレベルの強さだ。いや無理だな。これ削りきれんわ。これなんかあるはず。あ、まあ一応さくら君の隣行く。かばうか。かばうかって、おわしと。これは無理だな。みんな寄ろう。そこ！よっしゃ。やってやるか。そうね。これまだワンはそうだね。この戦闘スタイルだから。結構時間かかっちゃうね。硬すぎだろね。え、倒せんのこれ。まあいいや、ちょっと一旦みんな寄るか。微妙に削ってはいるか。いや強っ。いややばっ。いやいやてかアイリス機は防御型にしてるからさ、こんなもんだけどさ。いや落ちるぞこれマジで。え、これ待って、やばくない。え、これ死ぬ。あ、うわ、やられたわ。今日のところは負けておいてあげますわ。うわ、下がってた。くそ、なんという強さだ。大神さん、このままじゃ。大神少尉、少年丸で砲撃します。危険だから鳥居の奥まで退避。大神、全員退避しねえと砲撃ができねえぞ。さっさと逃げろ。了解、全員鳥居の奥に退避だ。でもまさかの撃破というまさかの撃破が来てしまったね。もちろんまあしょうがない。大神さん、これ来てアイリスをかばうと。いやこれ結構下がったんじゃねえかな今の。やべえな。まあいいか、最終的に勝っちゃいいんだ。よっしゃ、やってやるか。
アイリス、いやでもな、これしんがりが一番危ないな。これいやー、まあ回復かんなかな、これ。いや、これ結構みんなで撤退しちゃうとやばい気するんだけどな。いや、とりあえず防御打っときゃ大丈夫っしょ。え、まさかあるのか、そんなことが。うわ、ちょ、マジで、ちょ、カンナやべえかも、これ。あ、いや、ガンガンやれんじゃん、やべえ。ちょっと下がった。ちょ、やばい。ちょ、やばい、もう逃げろ。え、鳥の奥まで行けないんでしょ。ちょ、これカバウ、いや、アイリスだな。え、合体しても無理だよ、もう。もうよ。え、鳥ってこっちで合ってるよ。やべえ。アイリスは大丈夫か。じゃあコーランか。うちも頑張らせてもらうで。うわ、ちょ。あ、コーランやられるかもしれん。さすがに囲まれすぎ。あーはーはー、やられるコーラン。やばい。やばい、これ強すぎだろ。いや、死ぬわそれ。あっちゃー、いかれた。え、まだ行くのこれ、どういうこと。ここ抜けなきゃいけないってこと。どこまで行けんのこれ。行きます。行きますじゃなくてさ、え、逃げるか、とりあえず。え、マリアが範囲に入ってないからあれなのか。これやばいぞ、これ。マジで。ちょ、アイリスはいいから、とりあえずマリアだな。これやべやべ。これ全滅するレベルの窮地に立たされてる。敵は私が倒すしかない。やばい。あ、よし。あやめさん、退避完了しました。砲撃を開始してください。よくやったわ、大神将尉。将棋丸、砲撃用意。照準よし。撃て。こんなやられるなんて。攻撃完了。敵はまだ生きているけど、かなり弱っているはず。いや、こっちもだいぶねえよ、戦力。大神将尉、今なら勝てるわ。敵を殲滅してください。任せてください。え、マジかよ、これ。ちょ、待って。あ、でももうこれ合体で終わるな。合体で終わるわ。いや、これ出すぎかな。届かん可能性あるかな。情報。え、行動範囲見れんの。いや、移動はね、わからんな。まあ、ただここで撃っても、さすがに入るやろ。範囲的には。殴るけど。食いつかずだ。いや、さすがにこれ、合体で持ってってくんないとやばいんだけどな。あ、なんか微妙な範囲だな、これ。あ、全然入ってねえじゃん。まあ、いや、一旦寄せるか。弱ってるっつったし、大丈夫であってほしい。こいつはとりあえず やるとして、で、寄ってきたところで合体打つか。痩せるわこれ、強敵。いや、弱っ。いや、プラス修正がでかすぎるんだ、これ。いや、でも、アイスなんか未だピンチだしな、これ。
いやこれ結構むずいじゃん、ここからマジで。あんなレベルのダメージ食らうと思ってなかった。ありがとうございます。合体で殴りたいけど、うわ強っ。ちょ普通に強いなこいつら。いかん強さ、もう分からんけど、こっち殴るか。削り切れるかどうかが怪しい。合体、これでやってほしい。ガランブー行け。あ、削った削った。よし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 。危な。え？やったわ。あ、こいつ残ってんじゃん、こいつ。どんなチームでんだこいつ。まあせっかくだからスネークが近するか。大損害被ったわ。よし、戦闘終了だ。前期起動する。大神さん、後部が動かない。え、なんだ後部がおかしい。え、みんな脱出するや。もう後部は限界だや。え、ボコボコやん、これ。後部が壊れてしまったわね。ああ、長い付き合いだったけど、もうこいつは使えないな。くそ、機体も武装もとうに限界を超えとったのに。この子たち、ほんまよう働いたね。なあ、ゆっくりお休み、うちの後部。それにしても、あの化け物の攻撃で装甲がボロボロですわ。一体何なんですの。もしあんな化け物がまた出てきたら